じゃあ、今回はですね、まあ、最近のジャイロゼッタについて、いや、ガンダムトライエイジについてお知らせしたいと思います。まあ、というのはですね、まあ、昨日だから土曜日、22日ですね、ジャイロゼッタやりに行ったんですよ。で、ちょうどその近くに、カードショップがあったので寄ってみたんですよ。そしたらですね、この2枚が、2000円ちょっとで買えたので買いました。はい。いや、まあ、アタッカーの即列いないので良かったですね。まあ、リーガジーと、ユニコーンが、即列持ってるので、アタッカーの即列で良かったですね。で、まあ、バンシーもあったので、バンシー買おうかなと思ったんですけど、バンシー、買ったら、この2枚、バンシー2枚、1枚買うよりも、これ2枚買った方が安かったので、これにしましたね。はい。コスト6っていうのも気に入りました。で、まあ、グッドバーストの最近、久しぶりにやったら、ドンベンチャーが出ましたね。はい。マックスレベル4が気に入りました。ドーレアっぽいですね。で、とりあえず、グッドバーストは最近、めっちゃ調子良くなって、悪魂を7つ、ラスボスにたどり着くまでにはなったんですけど、ラスボスはまだ倒せないですね。はい。ちょっとまあいまいち頑張ると使い切れてないんですけど。でまあ、いよいよ来週に迫ったワールドホビーフェアですけど、絶対そこで診断情報が上がるわけですよ。ビルド MS2 段の。で、そこで私なりの予想をしますと、絶対、あれが出ます。多分稼働が7月、8月なんですよね、稼働が。ってことを考えると、ちょうどガンダムエイジのメモリーオブエデンの時期と重なるので、間違いなくエイジ2系が出てくると仮定して間違いないでしょう。というのも、エイジ2系で出て、なんだ、メモリーオブエデンで新しいのが出てくるんですよ。レギデスの赤いバージョン。それが出るんじゃないかなって思ってます。デスティニー系はまだ出てこないと思います。絶対。まだ温存するんじゃないんですか。まだ温存しときますね。で、まあ、とりあえず、エイジ系の開発系統は間違いなく、ジェノアス2とかアデルが最初だと思います。はい。まあ、何が止まる？絶対来週行ってプレイ動画撮ります。はい。終わらない明日へのプレイ動画撮ってみせます。どんな非常な手段使ってでも、お楽しみにしておいてください。では、失礼します。